ヒレガスの肖像が描かれた10ドル金貨証券、マイケル・ヒレガスはアメリカ合衆国の政治家。1728年、鉄夜砂糖を取り扱う裕福な商人の息子として、ペンシルベニア植民地フィラデルフィアで生まれた。聖火は地方の政治に参加するために十分な資産を有していた。ヒレガスは1765年から1775年まで、 ペンシルベニア地方議会の議員を務めた。1774年、ヒレガスはベンジャミン・フランクリン率いる安全委員会の財務官に就任した。そして1775年、ヒレガスは大陸会議によってジョージ・クライマーと共に初代アメリカ合衆国財務官に選任された。 1777年からは単独で財務官を務め、アメリカ独立戦争が終結するまでその任を務めた。また、大陸軍の補給部隊で任務に当たることもしばしばあった。1789年、アメリカ合衆国財務省が設立されると、ヒレガスは財務官の職をサミュエル・メレディスへと引き継いだ。ヒレガスは、その後、 アメリカ哲学協会の早々期のメンバーとして設立に携わった。1804年、ヒレガスはフィラデルフィアで死去した。遺体はフィラデルフィア市内のキリスト教会墓地に埋葬された。19世紀後半、ヒレガスの子孫の働きかけにより、合衆国の10ドル金貨証券には、ヒレガスの肖像が印刷された。ヒレガスの肖像が印刷された10ドル金貨証券は、 1907年から1922年まで使用された。ありがとうございます。